はい、チャルミ周辺アジュールヒライトで、投げ釣りでカレイが釣れてます。カレイの仕掛けとそしてこの青い染めの草掛けが、非常に効果が大きいので、それの針の付け方をちょっとご紹介したいと思います。はい、それでは滑り止めの石粉、こちらがあると非常にヌルヌルが解消されてつけやすいんで、ぜひこのように使うところに置いておきます。で、火につける感じで、こういった感じで青い染めを草掛けにします。これだけの量の餌が、カレイを引きつけるわけなので、ぜひやってみてください。